はい、始まった。いや、では早速リミスター始めていきます。来てるかなみんな見てますか？なんか順番とかないから皆さん聞き逃しないようにいきますね。はい、はい、始めます。よろしくお願いします。あ、これどうやって感じ名前言ってサインしてって感じですね。はい、今日のあ、もう先に見せちゃうんですけど、どこに書いたらいいんですかね、これね。デコに被っちゃう可能性あるんですけど大丈夫ですかね。ここに当てな、ここがいいかな。難しいな、めっちゃデコって感じなんですけど、デコに書くか最初見た時どこに書こうかなと思ってすごい悩ましいのですが、左上によく書くので左上に書いていきたいと思います。では一人目いきます。ムッタ、コメント考えてるけどちょっと思いつきませんって書いてある。ねえ、一人目なんだけど一人目で思いつかないって言われちゃった。え、なんでそんなこと言うのさ、一人目だったよいつもありがとう、昨日来てくれましたね、ありがとうね。いっぱいなんか面白かったけど昨日くるくる散歩してるみたいな感じでね。はい、ありがとうございます。続きまして、なんか右の方がいいのかな。よくまさん、もう少しでチーム公演終わっちゃうので、一番思い出に残ってる劇場公演は何でしたか。何公演、わー、な、一番は決められないな。あ、やっぱり、いや、右の方がいいかな。でもなんか髪の毛にかぶるね。どうだろう、書き直していい。やっぱさ、左の方がいい気がしてきた。文字が綺麗に見えるのはこっちだね。こっちにします。はい、ってことで、でもね、全部思い出なんですけど、サムネイルもやっぱすごい思い出です。ある意味16人よりもこのチームホールでできた方が思い出深かった、思い出深くなったというか、って思いました。はい、続きまして、ゆうきさん、はい、漢字合ってるかな。これからも頑張ってください、応援してます、ありがとう、嬉しい。漢字書けたドキドキする、ありがとうございます、嬉しい、応援してます。見てるかな、見て、あの、呼ばれたら出てきてください、ぜひコメントお待ちしてます。では続きまして、筋肉愛好家、てか真ん中に書くのもいいのか、真ん中に書いていこうかな。はい、筋肉愛好家さん、トレーニングや減量で辛い時、いつもなるちゃんの活動に元気もらってます、ありがとう嬉しい、いつもムキムキだもんね、いつもお疲れ様です。すごい、本当に筋トレ偉い、偉いね、ありがとう、私もパワー送るねありがとうございます。続きまして、ヒンメルさん来た。あ、待って、間違えた。ヒンメル、めって字久しぶりに書いたはい、神の太陽だるみさん名前だいぶ変わってるけど、いや、サイドポニー大好きマンなので最近見れる機会多くて大歓喜。おー、ヒンメル最強ラブ、嬉しい。サイドポニーね、最近確かによくやってる、昨日もやった。そうなの、ハマってますね。また2年くらい前もすごいやってたんだけどね、最近再燃してます。ありがとう、寂しい、ヒーの卒業寂しい、それはそうよ、私も寂しいから、残りの期間ヒーナルいっぱい写真撮ってくるねありがとう。はい、次、木村さん、どの木村さん。はい、なるちゃん、
今回も選抜おめでとうございます。ありがとう。なかなか仕事の都合で会いに行くことができませんが、陰ながら応援しています。嬉しい。今もお仕事してるのかな。ありがとうございます。嬉しい。見てくれてたらいいな。ありがとう。お仕事お疲れ様です。木村さんありがとう。続きまして、うんじんさん、うんじんさん、はい、どうも。今日もなるは世界で一番可愛いでしょう。嬉しい。いっぱい会おうとしてるけどって。いっぱい会えてくれて嬉しいよ。いつも会いに来てくれてありがとう。嬉しい。もっと仲良くなれますか。だってなろうよ。なる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 。ありがとう。見てる。ありがとうございます。いっぱい会おうね。続きまして、奈良ちゃん、奈良ちゃん、今度奈良ちゃんの見てる前で好きな女の子に告白して振られたいです。え、どういうこと。どういうこと。振られる前提なの。頑張ってよ。応援したいよ。どういう感情。ちょっと感情難しいな。ありがとう、なるちゃん。気になるけどね。気になるけど私は応援してるよ。ありがとう。続きまして、ゆうき、ゆうき、ゆうきさん、選抜おめでとうございます。応援してます。ありがとう。嬉しい。じゃん。ありがとうございます。嬉しいでございます。ありがとう、ゆうきさん。続きまして、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんです。実はなるちゃんの初サイン。え、初サインなんだ。そうなんだ。そっか。あ、サムネイルに入ったけど一巡で呼ばれて土線のな、土線でね。確かに。嬉しい。そうだね、劇場とかいろいろあってるけど初サインなんだ。おめでとう。嬉しい。サムネイルたくさん来てくれていつもありがとうございます。また公演来てねって言いたいとこだけど、もう千秋楽しか残ってないのかな最後ね。お待ちしてます。ぜひ。千秋楽まだ終わってない。どうなんだろう。どうですか。ちょっと私もわかんないけど。続きまして、マッチ、マッチさん、マッチさん、嬉しい。いつも YouTube 見てます。嬉しい。アレイも頑張ってね。応援してます。ありがとう。嬉しい。ナルトチャンネル見てくれてありがとうございます。嬉しい。ありがとう。そう、そうなの。そうなんだよね。 YouTube もね、編集しなきゃって今思っちゃった。ありがとう、マチさん。投稿頑張ります。はい。すごい。待って、正解なんだよね。 KYD06UVO さん。すごい。 ABO さんっていうの。ありがとうございます。ノーコメですけども見てますか。これで合ってるのかな。ドキドキした。ありがとうございます。あ、そう、ちなみに今日のこの配信はちゃんと新しい iPhone でやってます。充電さすの忘れてた。よし。画質いいのかな。どうなんだろう。はい、行きます。次はニコラスさん。はい、ニコラスさん、なるちゃん、あなたの笑顔が見ると嬉しい。笑顔になります。アンレイメの参加を、映画も楽しみを、フランスからなんだ。いつもありがとうございます。遠くから、嬉しい。見れてるのかな。ありがとう。嬉しい。フランスに届くように頑張ります。これからもどうぞよろしく、ニコラスさん。ありがとうございます。続きまして、赤星慎吾さん、
なるちゃんのオンラインサイン会当選。公演とかなかなか行けないので毎回楽しみにしてます。そうだよね、前もリミスタ書いた気がする、覚えてる、ありがとう。リミスタまた来てくれてありがとうございます。これまた忙しいのかな、公演とかなかなか行けないってね。お疲れ様です、いつもありがとうねありがとうございます。続きまして、鈴の音さん、鈴の音さん、サインありがとう。お、この前のカウントダウンフェスのネモハも良かった、後から見直すとコラボ曲もすごい良かった、嬉しい。いやん、そうドキドキしましたよ、あれコラボね、改めてね、ずるいよだよね。今日も歌ってたちなみにもう終わってだいぶ経ったのにね、すごい頭に残っちゃってる、うん、ということでありがとうございます、嬉しい、ありがとうね見てくれて。続きまして、よしひささんありがとうございます。おつなるです。お、いいタイミングでおつなるが来た、ありがとう、順調に進んでおります、ありがとうございますはい、続きましてしゅうちゃん、しゅうちゃん、握手会の復活嬉しいです、必ず会いに来ます、握手するの初めて、おお嬉しい、今作が初めてなのかな、すごい楽しみにしてます。私もね、やっと再開したので10月ですね、来月からかな、待ってるね、しゅうちゃんありがとう。では続きまして、はる、はるさん、今の AKB が大好きです、今の AKB とは倉野成美です。え嬉しい、すごい嬉しいこと書いてくれてる、いやーありがとうございます。先頭に立って AKB 引っ張ってだって頑張ります、私もありがとうございます。はるさん、今の AKB が大好きです、今の AKB とは倉野成美です、ってことは私のことが大好きってことありがとうございます、嬉しいでございます。はい、続きまして、わーやばい、斉藤さん来た、字が難しいよ、ちょっと頑張るね、集中する、わー合ってるかな、うわー、斉藤健一さん、シングル発売おめでとうございます、ラガーシャツを着た感想をもしよかったら教えてくださいどういうこと、え、ラグビーがしたくなりました、ちょっと嘘っぽいけど、え、嘘ですね、嘘です、ラガーシャツ着た感想、え、特にないんですけど、でもすごいあの可愛かったです、ラガーシャツだけど、やっぱおしゃれさんの力でね、もう何ですか、衣装が本当に毎回可愛くて嬉しかったです、今回の衣装も。なんか隠れて私の衣装下にサスペンダーがついてるんですよ、シャツの下にね、ラガーシャツの下に、それをねぜひ見つけてみてください、そこが可愛いです、衣装を着るのは大変です、はい、今日の服はなんか透けてますはい、以上、髪の毛外羽にしたんだけどね、取れてきてるよね、今日暑かったよね。続きまして、星弘さんありがとうございます、選抜おめでとう、ありがとう、嬉しい、選抜にいてくれると安心します、嬉しい、めっちゃ褒めてくれてる、ありがとう、体調に気をつけて頑張ってください、お母さんみたい、ありがとう。ちなみに初めましてです、だって初サインやった初サインありがとうございます、嬉しい、初めてなのにこんなにすごいメッセージくれてる、嬉しいです、ありがとう、星城さん見てるかな、ありがとうございます。はい、続きまして、直樹、直樹、なるちゃん元気にしてますか、え、元気なんだよね、そうこの夏は元気でした、大阪ファン久しぶり会えてよかったって、ああありがとう、書ききれないか、お手紙書いて送るね、だって嬉しい、お手紙大好物です、はい、お忙しいと思うけど気をつけて頑張ってね、ありがとう、あ奥さんと見てるって、あ
嬉しい、よかった、ありがとね、いつも。またね、また会いに来れたら行きたいな、行くね。ありがとうございます。続きまして、はなちゃん、はなちゃん、前回に引き続きと今回も当選、嬉しい。握手会行けなかったけど今回はしっかり行ける、うい、嬉しい。武道館も土日行きます。白いバケハかぶってる、だってかわいい。毎日元気になるなる、笑顔になるなるって書いてある。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、楽しみだね、楽しみにしてます。私も武道館もありがとう、握手会も楽しみにしてます。続きまして、良平、おい、良平、お、コンサート武道館3日間とも行きます、嬉しい、楽しみです。だって今日も朝リハーサルしてたんですよ。もう本当にすごい盛りだくさんなんですよね。久しぶりに聴いたなって曲があったりとか、まああの曲があったりとか、まあね、3日間全部違うセトリなんでね、私も頑張る、リハ全然まだまだやばい。頑張ります。ゴーラーさん、はい、ゴーラーさん、月曜日誕生日でした、おおめでとう、25日お誕生日おめでとう、ちょうどハッピーバースデーだ。翻訳なの？元気もらってます、だって嬉しい。いや、役を飛ばせるぐらい私もパワーを送りますね、ありがとうございます、いつも。ありがとう、コーラーさん。はい、続きまして、山本康隆さん、はい、ありがとう、今回もありがとう。山本、漢字だ、漢字ドキドキするのよ、よいしょ、 OK、 書けた。日曜のサムネイル公演見れてよかった、嬉しい。またモンさんとなるちゃんと出る公演見に来るね。いつもモンさんとありがとう。ね、すごい目立つよ、あの客席でモンさん見つけたら目立ちます、いつも、ありがとう。あ、ちゃんと見てる、ありがとう、見てるの。ありがとうね、今日も嬉しい。続きまして、こうきちさん、こうきち、みんなと一緒に笑顔になるなる、なんかいろいろ頑張ってください。最後ちょっと適当じゃない、私のキャッチフレーズ書いてくれてたけど、ありがとう、なんかいろいろ頑張ります、こうきちさん、ありがとうございます。ざっくり、いろいろあるもんね、確かに確かに、私もいろいろって書くかも、メッセージ決まってるもんね、なんかあの量とかね、いろいろでまとめるわ。ポムポムオセロさん、あ、ポムポムさんだ、ポムポムさん見てますか、今回も無事に当選、配信見れるかわからないけど最後まで頑張ってください、前もそうじゃなかった。見てるといいな、お仕事中かな、ポムポムさん、ありがとうございます、いつもありがとうね、今回も嬉しい。はい、続きまして、埼玉のけんちゃん、のけんちゃん、ありがとうございます。前回に引き続きありがとうって、おー、こちらこそ、お、オンラインと現地も参加します、嬉しい、よろしくです、こちらこそよろしくお願いしますね、現地も楽しみにしてる、ありがとう、あ、いた。ありがとう。続きまして、岡本信明さん、ちょっと待ってね、漢字の時はね、黙っちゃうのよ。はい、信明です、信さん、ありがとう、元気に頑張ってる、奈々ちゃんのおかげ、ありがとう、生誕ティー予約した、嬉しい。全然応募期間がね、あのすいません、本当に後出しで、ありがとう、12月に来ましたって、ありがとう、12月楽しみにしてるね、オンラインでね、お話し会待ってます、
ありがとう、開いた、ありがとう、サイン書いたよ、待っててね。では続きまして、ちぃ、ちぃさん、ちぃさんかな、ちぃさん、なるちゃんの可愛いお顔もかっこいいパフォーマンスも大好きだよって、あとはオタクなところもそうです、オタクです。あーちぃ、もう終わっちゃうけどキャプテンでよかったって嬉しい、ありがとう。寂しいね、寂しいね、ほんと寂しい、あと2公演しかないもんね。そうなの、大切に、はい、ありがとうね、チームホー好きでいてくれてありがとう、とっても嬉しい、ありがとう、ちーさん続きまして、ひじり、ひじり、なるちゃん、おつなるです、おつなる、10月12月幕張まで会いに行くよ、嬉しい、ありがとう、なるちゃんを見て自分も頑張れます、だって嬉しい、ありがとう、ゆりさん、また幕張で会えるの嬉しいよ、ありがとうね、遠くからも会いに来てくれて、幕張って大変なんだもんね、そうだよね、ありがとうございます。では続きまして、三田さんだ、三田久志さん、ありがとう、なるちゃんで 100MVP に向けて順調に進んでます、おお、新公演、生誕、武道館は楽しみですって、公演ね、そっか、もう少しって言ってたもんね、昨日もありがとうございます、嬉しい、楽しみだね、そうだね、新公演も始まるのもちょっと楽しみあるよね、また劇場でも会いましょうね、ありがとうございます。続きまして、レイナ、レイナだ、見てるかな、こんばんは、お元気ですか、私は元気です嬉しい、1年が経った、好きになって1年が経ちました、え、嬉しい、そっか、もうそんなに経った、そんなに経ったんだ、嬉しい、1年、あ、いた嬉しい、困ってるので責任取ってくださいだってもっと好きになる、なるよ、ありがとう、昨日も今日もありがとう、嬉しい、見てくれてありがとう続きまして、かおり、かおりさん、はい、かおりさん、こんばんは、ひらがなにしましたありがとう、楽しませて、日々の発信で楽しませていただいてます、ありがとう、チームホーのコンサートすごく楽しかった、いやー嬉しい、心の宝物をいただきました、だってありがとう、すごい嬉しい言葉、ありがとうございます、嬉しいよ、今回もありがとうございます、嬉しい、チームホーね、楽しかったね、コンサート、うん、武道館も楽しみます、ありがとう。続きまして、ゆき、お、ゆきさん、ゆきさん、前回グループ初サインもらったものです、お、心の底から嬉しかったので今回も買っちゃいました、いやー嬉しい、がん、ありがとう、今回もサインゲットですそっか、前回初だったんだ、そっか、ぜひぜひまたサインゲットしてください、ありがとう、ゆきさん見てるかなありがとうございます。続きまして、あ、なる、なるさんが来た、なるさんのところに、なるさん、もうすぐでなる方終わっちゃうの寂しいよ、うんね、サムネイルいっぱいいけてよかった、また会いに行くから、なる同士仲良くしてくださいよろしくね、なる、ありがとうね、なる4終わっちゃうね、なるが大好きななる4終わっちゃう、寂しいけど、そうだね、また会いましょう、会いに来てね、よろしくな、なる不思議な感じなのよ続きまして、ゆうすけ、ゆうすけさん、ありがとう、最近の活躍が目覚ましいですね、嬉しい、アンレイブの活躍にも期待してます、ありがとう、
嬉しいね。なんかバタバタというかね、嬉しいことにいろいろなんかやってるなと思います。映画もあるしね。昨日の配信見てました、全力反抗期。めちゃ楽しいよあの曲続きまして、けんすけさん、ありがとう。ナルタオ48のおかげで AKB 改めて押し出しました。嬉しい、ありがとう。関東イベント参加するのは大島優子ちゃんの福岡での最後の握手会以来、すごい嬉しい。最近は毎日奈々ちゃんの存在に助けられていますって、嬉しい大好きです。後席はきちんとします。えらい、後席通じないよ嬉しい、ありがとうございます。じゃあ関東で、会えるのかな、会えるってことかな。嬉しい、また会いましょう、ありがとうね、嬉しい。続きまして、チュンちゃんだ。なるちゃんこんばんは。リミスタサイン会始まってからずっと参加できて嬉しい。あ、本当だね、また更新してる。新曲はデコ出しヘアで新鮮で可愛かった。デコ出しヘアはメイクさんからの提案だったのかな。そう、自分でね、なんかオンラインの時に自分でやったやつがいいねってなって、そうなったんだよね。はい、最近またデコ閉まってるんですけど、めちゃめちゃ前回のこんなさワンショットなかなかないのでコレクションにしてください。またありがとうね、嬉しい。続きまして、天下ちゃん、ありがとう。コメント見てるかな、コメントないけど見てるかな。天下ちゃんいつもありがとうございます。いるといいな、いるかな、いたら出てきてね。天下ちゃんありがとうございますありがとう。見てるかな、見てるかな、天下ちゃんありがとう。続きまして、ピムスさん、どうもどうも。食べ物が美味しい季節になりましたね。ね、困る季節。栗やかぼちゃ、抹茶、きなこ、果物だと梨やりんご、柿が旬を迎えます。実はかき氷も常温に近い氷を長く味わえる秋が旬と言われているので、そうなんだ。引き続きゴーラードを進むしか。そうだね、今日もかき氷食べてきたもん。確かに全部かき氷にしたら美味しそうなものばっかだもんね、旬が。そう、最近かき氷のお店調べてたら、いろんなさ、食べたいものがめっちゃ増えてる。だからやっぱ秋の食べ物私大好きなんだな。ありがとうございますかき氷いっぱい喋っちゃうな。続きまして、熊本魂 T シャツの人あ、正式名称できた。熊 T じゃないじゃん、ありがとう。熊本魂 T シャツの人名乗ってるようで名乗ってないよねこれねかき氷の情報が届くたびに、かき氷の進化と種類の多さに驚かされた夏だったなねえ、ウケる。今かき氷の話した後にちょうどさ、すごいね、なんかもう飽き飽きしてます感あるコメント来たんだけど、なんで？いっぱい送るから秋も楽しみにしててね食べたくなったでしょうね。はい、続きまして、パンさん、お、パンさんコメント忘れちゃってるのかな。パンさん見てるかな。あ、いた。松山旅行楽しんでてコメント忘れました。お話し会で感想をお話ししますだって。あ、そっか、そう言ってたね、松山松山言ってたね。そうだそうだ、いいな、また行きたい。もう鯛めしが忘れられなくて、最近めっちゃ食べたくなったんだよね、鯛めし。ちょっと都内で調べて鯛めしを食べたいと思いますはい、続きまして、栽培くん、おお、連番みたいになってる。栽培くんいるかな。仕事中なんかじゃなければ好きだと伝えられるのに。あ、歌った方が良かったのかな今のありがとう、すごいシンプルなコメントだねありがとう。じゃあ仕事してるってことかな。お疲れ、お疲れさん続きまして、おがちゃん、おがちゃんありがとうございます。おがちゃん
頑張ってください。これからも応援してます。だってありがとう。嬉しい。頑張ります。ありがとうございます。おがちゃん、これからも応援します。やん。待ってます。ありがとうね。続きまして、ほったちゃん。ありがとう、ほったちゃん。おすなる、ありがとう。アウトオブ、おめでとう。ありがとう。AKB と兼任大変だけど頑張ってね。うん、ありがとう。ね、兼任しての活動なんで、みんなもついてきてね。追うの大変だけど、ほんと、こちらもやっていきますので。引き続きよろしく、ありがとう、ほったちゃん。これからもよろしく。ありがとう。続きまして、藤本和樹さん。はい、62枚目販売おめでとう。握手会も復活して本当に嬉しい。10月会いに行きます。お、待ってます。なんか意外と10月すぐ来そうだね。9月があっという間に感じておりますね。いよいよ大好きな秋だって感じ。ありがとうございます。はい、続きまして、長谷義信さん、ありがとう。今回もありがとうございます。お、 DD だけど AKB はなるちゃんだけだよ。他のグループにもいるってことか。でも嬉しい、 AKB は私だけど嬉しい。いつもありがとうございます。またお話し会待ってるね。ありがとうございます。続きまして、たくや、たくやさん、ありがとう。たくやさん、納涼祭で初めて実際に見ることができた。あ、納涼祭で初めてだったんだ。嬉しい。めちゃくちゃ可愛かったです。だってありがとう。嬉しい。ありがとう。夏のイベントね、浴衣、浴衣あれしか着てないかもってくらい今年着てないや。貴重な時間にありがとうございました。ありがとう。続きまして、ほのかちゃん、ほのちゃんだな、ほのかちゃん。自慢のおしなるほのちゃんでした。どう感謝の気持ち伝えたらいいかいつも悩んでる。なんで、いつももう伝わってるよ。結構伝わってるよ。ありがとう。嬉しい。いつも幸せありがとう。こちらこそありがとう、ほのちゃん。見てるかな。悩まないで、すごい伝わってるよ。ありがとう。嬉しい。出てこないかな。いない。ありがとう。続きまして、ロボ、お、ロボ、シングル選抜おめでとうございます。ありがとう。カメラの向こうあなたにサインって、今さに今のなるちゃんの状況ですよね。リミスタ向きの歌割り。確かに、あ、確かに。ちょっとそういう考え方、あ、視点が、なるほどね。ありがとう、さすが。見てる、サインしたよ。ありがとう。ちょっと理解が、ごめん、追いつかなかった。なんかあなたにサイン、確かに。この曲のね、確かに共感できる部分ですね、初めて。続きまして、夏美さん、ありがとう。あ、ちょっと待ってね。夏美、はい、新曲発売おめでとう。ありがとう。毎日聴いてる。おう、愛それがお気に入り。ありがとうございます。なるちゃんの好きな振りはありますか。あのね、フルサイズの時に A メロ、あ、ちょうどここだ。歌番組で歌いながら、ここカメラのこの辺が、歌いながらのとこが実はフリーなんですよ。フリーのフリーなんですよ。エリーとカウントダウンの時あれかな、どうしてもの振りをしたんですよ。あれ振り付けじゃなくて、私たちがフリーなのにあれを踊ったってだけなんですけど。あそこがちょっと実はね、そう、楽しみ。
でもなんかさ、意外とそれがハマってたよねっていう、どうしてもの振りがなんか良くないってなってて、うん、そうなんだよね。あそこ実はフリーです。そこがちょっと楽しみ。続きまして、川和新さん、ありがとう。いつも、いや、いつも笑顔ありがとうありがとう、こちらこそありがとういつもニコニコしてる、いつも逆に笑顔ありがとう、こちらこそ知ってるよ、いつも笑ってるのニコニコ見てくれてありがとうございます、いつも続きまして、ヤマピョン、お、ヤマピョンさん、ヤマピョン嬉しい、5回連続の選抜入りおめでとう、わお、ありがとう、嬉しい、誇らしいです。選抜が続くように陰ながら応援します、微力ながらか。今日はおそらく職場から見てると思います。お、職場のヤマピョンさん見てますか。あ、いたいたいたサムネイルも何個も楽しかったね。そうだね、劇場でも会えましたね、思った。ありがとう、お仕事お疲れ様です、ありがとうございます。続きまして、ハマちゃん、ハマちゃん、花丸マンいるかな、いる、ハマちゃん、ハマちゃんコメント絶対忘れてるちゃんといつも書くの忘れちゃったのかな、ありがとう、見てるかな、ハマちゃんありがとね、いつもハマちゃんサインしておきましたんで、お仕事中なんだ、にゃん、お仕事ファイトだ。では続きまして、中俊、中俊さんありがとう。5作連続アンレイムデビュー、映画2本、武道館コンサート、いろいろおめでとういろいろになってる。しばらくお話し会なかったから話したいこと溜まってるので、10月からね、本当だよね、なんかさ9月やりたかったですね、本当来月からだから、私もいっぱい喋るの楽しみにしてる、なんか溜まってそう、みんなと喋りたいです、早く。ありがとう中田さん、つなるありがとうございます。さあ続きまして、 MU 出た、 MU 来た、選抜おめでとう、笑顔になるなるな、デコ出しの、デコ出しを貴重ななるが見れて嬉しい確かに、ありがとう、連番等含め遊びに行きます、だって太陽ロ、太陽ロありがとう、 M ありがとうございますね、デコ出し貴重、もうやんないかもちょっとソワソワすんだよね、やっぱでもあんま出さないから、貴重だからよかったよ、ゲットしてもらえて。続きまして、関口和樹、お、ありがとう、和樹さんありがとう、選抜おめでとうにしても最近順調すぎないって、映画もオーディションもって、確かに選抜も入ってる、確かになんかいっぱいやってるよね、私もふと振り返ったら思いました、嬉しい、いっぱい見れて幸せ、私も幸せ、ありがとう、いつもチェックしてくれて。あ、ヒロアカね、今なんか5期まで見ましたよ、見直してんだよねアニメ、そうで6期見終わったらできればコミック行きたいとこです、はい。で本誌まで実は行きたかったりするんですよね、ヒロアカも続きまして、ヨシヒコさんありがとうございます。ヨシヒコ、はい、なるちゃんいつもショールームとなるたおチャンネル見てます、お、嬉しい、ゲナーモギオンチャンネルとかコラボしてくれたら嬉しいです。あー確かに、他のチャンネルのね AKB のメンバーとコラボもいいよね、ちょっと考えてみます、考えてみますけど、下音話してね、嬉しい、ありがとうございます。またショールームもやるし YouTube もやるね。あ、初めての、本当だ、初めてのサインをありがとうだって、あー初めてのサインありがとうね、こちらこそ。続きまして、さちかちゃん、さちか、さちちゃん、はい、さちかちゃんで、さちゃんでいいのね。おはようございます、こんにちは、こんばんは、なるさんのワンピース近況報告お願いします、だって
私はワンピースはね今お休みしてるんですよ。お休みしてヒロアカ見てたのあでも本誌がねやっぱ熱いんでね、熱いんですよね本誌もね、やばいよね。でもそうだな、今はやっぱワンピースの近畿王国といえばねスタンプラリー頑張ってるので、ちょっと日本全国頑張っていきたいと思います。1月普通にね、あの旅行も大好きだから、あの旅行を兼ねてワンピースのショップ巡りするのがもう今幸せ。めっちゃ楽しいんだけど、スタンプラリーこんな楽しいと思ってなかったありがとう。続きましてタクさん、イエーイやったー、わーい嬉しい、すごいめっちゃ短い文だから読み切っちゃったけど、イエーイやったわーい嬉しい、すごい喜んでくれて嬉しい、私も嬉しい、ありがとうありがとうありがとう。続きましてゆきひろさん、ゆきさんかな、選抜おめでとうございます、ありがとう。アップテンポな曲調の中に自らの思いや、すごい、なんかめちゃくちゃ書いてくれてるやん、すごっ。あのラジオの DJ の人が言いそうなぐらいのすごいまとまりのある分、さすがです聞いていて胸が締め付けられます。ってわかる、明るくてさ切ない歌詞なのはいいよね、ありがとう。ファミも行きましたって、ありがとう。ファミ楽しみだね、なんか今回もね、今回仙台あるからね、はい楽しみにしてます。続きましてムッチュー、出たムッチュ、顔面国宝でおなじみのクラノーちゃん、お顔が小さい、いつもの分だムッチュ語みたいな、ありがとうムッチュー、見てるかな、出た、ありがとうございます、出た。今日も一日中クラノーちゃんのこと考えてた、絶対ありえないんだよ絶対嘘だよね、こんなことないでしょ絶対、いつも嘘だろうってコメントありがとう、ありがとうね。では続きましてはじめこれも絶対あれだね、変えるの忘れてたやつだ、楽しみにしています、だってもうこのリニスタの意気込み書いちゃってるから楽しみにしてます、よかった、楽しみにされててよかったはじめありがとう、多分仕事してるかな、お疲れ様お疲れさんです、ありがとうはじめ、あ寝てる間も考えてた、えすごい楽しみにしてたのね、遠足前の子供、ありがとう。続きましてのぶさん、のぶやすのぶさん、はい、なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。今回もこの言葉を言えて嬉しい、うわー嬉しい、改めて嬉しいよ本当、私も、かわいい生誕もありが、生誕ティーもありがとうって、嬉しい、生誕ティーのこと書いて、驚きの城、かき氷の熊野さん最高ですね、公演少ないけど最後まで楽しもうね、あと2公演かな、千秋楽来れるといいね、ありがとうのぶさん、いつも T シャツ着てね、絶対似合うと思うから続きまして大学芋さん、なるのみありがとう、今日もめんこいよ見てる、本当に見てる、ありがとう、嬉しい、いつもありがとうね今回も会えるかな、お話し会来るかな、待ってるね。続きまして鳥ちゃん、おい、耳下2回目です、うわ嬉しい、コンサート3日間行くよ、うわ体力めちゃめちゃあのつけといてねすごい楽しいコンサートになりそうです、3日間とも、あいた鳥ちゃん、ありがとう、煽り良かったです、だってありがとうね、私あの全部言い切ると最高に楽しくなるんですよね、いいよねあれねありがとう、はい次ゆかだ、ありがとう、今日も世界一可愛いなるちゃん、やっほー絶対これだもんね、嬉しい、早く会わせてくださいだって、え会ったやん、会ったやん大阪でね、ありがとう、なんだっけ、歌コン、そう歌コンありがとう、
分かったよ。嬉しい。なるにとってのかき氷のようだって。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんとってね。嬉しい。タンゴなるみも大好き。そう、タンゴが大好きなの私の。嬉しい。タンゴが好きって言ってくれるのめっちゃ嬉しい。ありがとう、ゆうか。ありがとね。では、いきまして、サイ。サイさん。ありがとう。あ、リミスター初。嬉しい。なるちゃんのパフォーマンスいつも元気もらってます。やった。AKB のなるちゃんもアレイムのなるみも大好きです。アイドルになってくれてありがとう。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。初めてのリムスター。ありがとう。あ、おつなるですって。ありがとう。こちらこそありがとう。嬉しい。全部チェックしてくれて嬉しいでございます。ありがとうね。次、エビちゃん。エビちゃんだ。エビちゃん、なるちゃん62枚目選抜発売おめでとう。歌って踊っているなるちゃん見ると嬉しい。頬が緩んでしまいます。笑顔になるなるですね。エビちゃんのお腹はたるんでますが確かに突っ込んでほしいって。お腹もじゃ あの引き締めていきましょう。ありがとうエビちゃん、今日もありがとう。面白いすぐエビちゃんの空気に変えるからすごいわ。続きましてさやっこ。あ、さやっこありがとう。初劇場初サムネイル。あ、初だったんだ。なんか意外。なんかもなんか来てるイメージだけど、そうだよね、初か。そうだ、お見送りも幸せでしたって。ありがとう、嬉しかった。私もうちわも見えたし、ありがとうね。おかげで仕事頑張れてます。だってうん、お疲れ様。お仕事さやっこいるかな。いつもありがとう。こちらこそ、また劇場で会おうね。時間ができたらお待ちしてるよ。続きましてペイちゃん。ペイちゃん、チームホームあっという間に千秋楽ですね。本当にそうね。指名された時はイメージ湧かなかったけど、コンサートや公演楽しく見せるパフォーマンスを見せてくれてありがとう。いや嬉しい。ナイスキャップでした。楽しかった。キャプテンももう締めにかかってるけど、残りもね、もう少しキャプテンなんで、キャプテン楽しみます。ありがとうペイちゃんね。確かにあっという間だったな千秋楽。サーシ345、サーシコ上海なるファン。あ、いつもありがとうなるファン。ファンの間違いかな。ファーでいいんですかね。書いてある通りですよね。運がない、運がないけど、なるファンだよね見てるかな。言いたいことがたくさんあるって。チームホームのコンサート4年ぶりの日本だったら、あ、そうだったか。そっかそっか、嬉しい嬉しい。なるぴーは本当に天才です嬉しい。あ、いる。そうだよね、なるファンだよね。なるファで終わってるんだけどね。ありがとう。10月の武道館でお会いしましょう。ああ嬉しい。コンサートまたよろしくね。ありがとう、感想すごい嬉しい。ありがとうございます。続きましてくらさん、ありがとう。なるちゃん連続選抜おめでとう。ありがとう。なるちゃんがアイドルじゃなかったら、当然なるちゃんに会うことも存在すらも知ることはなかったわけで、改めてアイドルになってくれてありがとうね。アイドルでよかったしか私はあまり思ってないですよ、割と。まあちょっと大変なことももちろんあるんですけどね、なんかじゃなかったって言い方はあまり思ったことないかな改めてこちらこそありがとう、出会ってくれて嬉しいよ。ありがとうくらさん。続きまして岡べっち。岡べっちありがとう。なるなるチームホームキャップお疲れ様でした。いや嬉しい。ファイナルコンサートのセトリ最高に良かった。うん、ありがとうね。みんなのパフォーマンス良かった、本当にそう思います。お話し会に初参加しますだって。おお嬉しい、楽しみにしてます。やった、こんなにお話し会。あ、いた、嬉しい。なるなるチームホーム大好きですだって。おめぐファンなんだ、嬉しい。めぐレンジャーって書いてあるありがとうございます、嬉しい。続きまして KKB さん、前も来てくれたよね多分。
ありがとうございます。アイドルなるちゃん大好きです。ありがとう。アイドルなるちゃんよろしくです、これからも。ありがとうございます。続きまして、コンココさん、やん、コンココさん来た。リミスタといえばね、リミスタ大好き、コンココさん。ありがとうございます、嬉しい。今回もサインゲットですね。多分2部も来てくれる気がする。続きまして、みきおさん、はい、5作連続選抜おめでとう、ありがとう。今作の振り付け、アイソレのところトップクラスで上手すぎん、嬉しい。これめっちゃ練習してたからね、こんなところで、なんだろう、日の目を浴びるとは思ってなかったよ。首が飛んでいっちゃうじゃないかと心配してます、だって。やばすぎ、飛ばないようにこれからも頑張って、程よくアイソレしていきます。ありがとうございます。ウケる。続きまして、アツドラ、あ、アツドラさん、ありがとう、昨日ぶり。なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。ファンになってちょうど1年くらい経ちましたが、おお、もう1年か、そっか、1年、ありがとう。毎日こう楽しく推し活できてますって、ありがとう。こちらこそいつもありがとう、嬉しい。いっぱい会いに来てくれてるね、もう1年か、ありがとうございます、嬉しく思います。嬉しい。続きまして、ナッチ、ナッチさん、壁紙いっぱいで模様替えしてる、飾る場所増設、嬉しい。すごい、いつもね、オンラインで見せてくれるときすごいもんね、壁。やば、増えたんだ、飾る場所。オンライン楽しみにしてるね、これも飾ってね。続きまして、リノ、あ、リノちゃん、ありがとう。なるちゃん連続選抜おめでとう、ありがとう。もしアイドルなんかじゃなかったら普通の女の子同士で、友達になる世界線もあったかもやけど。かわいい。アイドルなるちゃんに出会えた今この世界線幸せです、ありがとう。それな、会えなかったかもしんないんだもんね、ありがとう、嬉しい。ここに毎日毎日ビッグラブ。かわいい、ありがとう、りのちゃん。すいません。すいません、お水し飲みます、はい。続きまして、ゆみ、ゆみさん、ありがとう。なるさん初サインありがとうございます。前回のオンラインでなるさんって呼ばせていただいたのですが、私なりにいろいろ考えまして、本当はなるちゃんって呼んでみたいけど1歳年上の方なのでなるさんって呼ばせてください。なるさんのこと応援してます。後輩みたいなのよ、後輩メンバーみたいなの。16期とかあの辺がなるさんって呼んでくれるんですよ、それみたい。ありがとう、なるさん呼び、私も好きだよ、なるさん呼びも好き、ありがとう、ゆみちゃん。続きまして、あみ、あみちゃん、私事ですが先週誕生日を迎えました。おめでとう。待って、何、波動が同じ日だったのか、キャー、抽選から漏れてしまい、そうだったの、応募してたんや、ここでおめでとう言えてよかった。あみちゃんおめでとう、誕生日、波動行こうとしてたんだ、ありがとう、嬉しいよ、お誕生日おめでとうね、ありがとう、サイン。寺内さん、ありがとうございます。なるちゃんのパフォーマンスにいつも魅了されてます、いや嬉しい、パフォーマンスにね言ってくれるのは本当に嬉しいです、ありがとうございます。まだまだ魅了できるように頑張ります、ありがとう、寺内さん。続きまして、ウィング、ウィングさん、武道館楽しみにしています、楽しみにしててください、本当。もういっぱい、あ、寺内ですって書いてる、公開待ち遠しい、映画もねよろしくね、はい。そしてウィングさん、ありがとう、武道館3日間本当に大変だよ。大変そう、なんかやっぱやり慣れてない楽曲とかもねあるんでね、程よく言っていいかな、そうそうそう、楽しみです、私も。そして太郎さん、ありがとう。
お、AKB ファン歴は10年以上なのに今年入ってから紅葉を見てなるちゃん推しになりました。え、そうだよね、嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい、コメント見たことあるぞ、ありがとうそうなんだ、今年から嬉しい、劇場で会えたからこそってことだよね、きっと。いやー、また公園で会おうね、ありがとう。え、今日ハリポタツアー行ってきた、だってめっちゃ楽しんでるいいね。続きまして、野里さん、ありがとう。野里さん、アイドルなんかじゃなかったら握手会オンラインで会えるの楽しみにします。嬉しい、今年もなるちゃんの誕生日祝えることができて嬉しいね。なんか誕生日の頃絶対近くにあるんだよね。ありがとう、チームホームも最後まで楽しんでって、ありがとう野里さん、いつもありがとうございます。嬉しい、楽しむね、もう終わっちゃうよ。続きまして、どんちゃん、なるちゃんこんにちは。ここ 1,2 年でめっちゃ好きになりました。嬉しい、オタクとして長いのに今更かよって言われまして、全然 今更とかないですよありがとう、押したい時に押していこう、ありがとうございます。サムネイル選手力当たりますように。ぜひぜひ4で待ってるよ、ありがとう。どんちゃん活動頑張ります、ありがとうどんちゃん。続きまして、ハッシー、ハッシー、なるちゃんが好きだ、これからも応援します、キャー、ありがとうハッシーあ、どんちゃん初サイン、初サインか、よかった初サイン、ハッシーもありがとう、嬉しい、これからも応援します、心強い、嬉しい、これからもよろしくね、ハッシー。お、千秋楽申し込み済みです。どうなったかな、いつ出るんだろうね、千秋楽当落ね、みんなドキドキだ。まさひろ、まさひろさん、今日も可愛い事前コメントでね、ちゃんと今日も可愛いって言ってくれてる、ありがとう、毎日可愛いって言ってくれる、ありがとう可愛いかな、今日来てるかな、ありがとうね。続きまして、りょうたなるうさぎ、ありがとう、うさぎコメント忘れて、そう忘れてたよね、きっとね、ありがとう、見てるかな、ありがとうね、今日もあの言いたいことはね、お話し会で喋ってね、じゃあ感想待ってるから、ありがとう続きまして、香港のはるま、おー、ありがとう。 AKB のなるちゃんもアンレイムのなるちゃんも大好き、にゃーん、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、またねこれからもよろしくね、両方あるから追ってってくださいはい、続きまして、キャン、キャンさん、ありがとう。なるちゃんこんばんは、今度新曲のダンスも踊ってみたをします。なるちゃんみたいにキレキレ踊れるように頑張りたいので、ここだけは絶対に真似してほしいというポイントがあったら教えてください。なんだろう、結構今回の振りめっちゃね、なんか首の角度とかつけるとめちゃめちゃ可愛いんですよね、なんか、うん、首の角度に注目して、首のアイソレもあるし、結構首の動きが重要な気がします。ぜひ頑張ってね、キャン、ありがとうできましてリュウク、お、リュウクさん、ありがとう。リュウク選抜入りおめでとう。今回一番印象深いのは首のアイソレーションです。嬉しい、ありがとう、アイソレね、嬉しい一緒に踊ったポニテも良かったって、あ、首と一緒にねポニーテルも踊ってたって、嬉しい、よく見てくれてありがとう、リュックさん、またアイソレ見てください、注目してください。続きまして、タイガ、タイガさん、宮崎から毎日応援してましたって、嬉しい、つかなるちゃんに会いに行きたいです。わ、九州だね、そしたらね、九州だ、九州行きたいな。アンレイムのなるちゃんも応援しますって、ありがとう。そしてキャンちゃんがいる、ありがとう、頑張りますって、頑張ってね、嬉しい、タイガありがとう、宮崎から遠くからありがとうございます、嬉しい、会いに行けたらいいな、九州でイベントねできたらいいな。続きまして、どんぐりっこ、
なんかどんぐりっこなんか、これなんか続きありそうだな。背景からのお店もいつも感動ありがとうございます。いえいえ。あ、この時間仕事かもって、いたらラッキー。いるかな、いたら出ておいでピンク髪お似合いでした、だって。ねえ、ピンク髪またやろうかな。あ、南恋再演希望、昨日もありがとうね。こちらこそありがとうサムネイル千秋楽見に行きたいです、だって。祈ってる。どうなったかな、教えてねなんかみんな今出たの、すごい。なんか当落情報も流れてるいやん、そんな同時期に やってんだねこれ続きまして、ゆうた、ゆうたさん、今日もなるちゃんが世界一かわいいよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しい。世界一、世界一いただきました、ゆうたさん、ありがとう。続きまして、ボンバー、ボンバー、ボンバーさん、安定の選抜入りおめでとう、ありがとう。最近選抜映画サリアル劇場公演 YouTube アンネイム確かにいろんなのでね、体調面気をつけます、気をつけてねって心配だって。大丈夫、なんか最近元気。あ、これからも夫婦でなるおしだよ、ありがとう。え、ケイチンも見てるの、いやー嬉しい、ケイチンなるボンバーありがとう。握手会も、あー錦糸町待ってるね、ありがとう。続きまして、翔太、ありがとう。入院してた時、なるを見て励まされました、だって。嬉しい。えきびを好きになれたのも、なるを好きになれたのも人生で嬉しいって。うわ嬉しい、こちらこそ。同級生として地元民として応援するね、共通点多い、嬉しい、ありがとう、見つけてくれてありがとう、これからもよろしくです、ありがとう。あ、ケイチン、ケイチン来た、ケイチン、またまた連続選抜おめでとう、ありがとう。デコ出し珍しいって、そうなの、珍しいでしょあ、初リミスターありがとうって来てる、翔太、ありがとう、オンライン待ってる、はい。え、ケイチン千秋楽当たったよ、え、すごいさすが持ってる、ありがとう。映画にアンレイムいろいろ忙しいと思うけど、頑張ってるなるが大好きなので、だって。嬉しい、頑張るんですね、千秋楽でも会えるので楽しみにしてます、日曜日も。嬉しい、すごい、初めての当選者当選通知報告なんですけど、ありがとうございます。続きまして、大倉俊博さん、コメントないよ、ありがとう、サインしておきました見てたらいいな、ありがとうございます。続きまして、青森ののぼるさん、ありがとう、やん、ありがとう、いつも青森のぼるって書いてあるなるちゃん選抜おめでとうございます、やった、ありがとう。全国ファンミ仙台がある、とても楽しみにしてましたってね、来れるね、ちょっと近い私もずんだと、ずんだと牛タン楽しみ、今帰ってきただって、あーお疲れ、ありがとう、よろしくです、お話し会も、ありがとう。続きまして、枝だし、いた、枝だし、枝だし、なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。1作品ずつアザージャケットのサインが増えていくの嬉しいね、選抜ならではの特権です、こんなの嬉しいですよね、リミスタね、ありがとう、嬉しい、今日もありがとうございます。コレクション増えて嬉しい、私も毎回ありがとうね。続きまして、ゆう、ゆうさん、ありがとう。なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。札幌ファンミも幕張も行くからって、嬉しいね、札幌も楽しみ、また札幌行けて嬉しいですね、楽しみにしてる私も、ありがとう。幕張もありがとうね、遠くから続きまして、よしっち、ありがとう。なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。握手会やオンラインお話し会でいっぱいいろんなことが話せるのが楽しみです、だって。嬉しい、ありがとう、いつまでも応援させていただきます、心強い、ありがとう、よしっちありがとうね、これからもよろしく、いっぱい話そうね、ありがとう。いるかな、
続きましてフリーノブさん、あ、やっほー、なるちゃん好きです、武道館のライブも楽しみにしてますって、あ、よしちいた、松山城ね、ありがとう本当にはい、さあリノブさんね、武道館も楽しみにしてて、やっぱライブ最高ですね、私もすごい楽しみにしてます、ありがとう。続きましてキムさん、ありがとう。お、愛知在住のなる推し、嬉しい、全然なるちゃんに会えてないっていうね、確かに愛知行きたい、最近ないよね本当に、ちょっとでも麦わらストアあるんで近々行きたいとは思っています、プライベートでいた、キムさんありがとう、ありがとうね、嬉しい。続きましてしげさん、ありがとう。なるさんお疲れ様です、選抜おめでとう、ありがとう、新曲聴けて嬉しい、嬉しいね、5枚目のサインになりましたって、おお、嬉しい、ありがとう、今日もどこかで応援してますだって、ありがとう、しげさんありがとうございます。続きましてパッチー、パッチーさんありがとう、パッチさんだ、コンサートまで1ヶ月切ったね、え、そっか、やば、3日間行くのでよろしくね、サイン下方にします、ありがとうパッチさん、全然やばいじゃん、ちょっとそれ1ヶ月切ったって言われると急な現実感やばい、頑張らねば。続きましてダーマン、ありがとう、怪我しないように気をつけて頑張ってくださいはい、頑張ります、怪我しないように頑張ります、そんな危険なことしてないよあんまり体調って意味かな、優しい、ありがとうねダーマン。続きましてあいみさん、あいみちゃん、春から看護学生、大変だ、応援してるわ、いや、いつもお疲れ様です、初サインなの、よかった、嬉しい、大事にします、だって大事にされてください、ありがとう応援してるよ、無理せずね。続きましてみゆきさん、みゆき、最近になってなるちゃんのこと好きになってあります、嬉しい、またワンピースの塩ね、空島のパガヤコニスの父の絵で描いてくる、あ、すぐに分かったってそうだ、ありがとうそう、描いたへそありがとうね、またイラスト描こうかなこうちゃんありがとう、なるちゃんこんばんは、こうちゃんです、やん、こうちゃんありがとう、アンレイムもありがとう、おめでとうって、ありがとう、 TGC 見に行きます、嬉しい、たくさん会いに行くのでこれからも大好きです、ありがとう、こうちゃんありがとう嬉しい、よろしくね、これからもまだまだ目白押しよ。かーくん、なるちゃんマジ天使、大好きです、嬉しい、なるちゃんの配信の時突発的な笑い方突発的な笑い方が好きなの、いやだ恥ずかしい、ありがとうございます、かーくん見てる、ありがとう。続きましてひろやすさん、ありがとうございます、今年の農業祭来ました、嬉しい、浴衣姿可愛かったです、うん、北海道からなんだ、そっか、じゃあまたあれだね、全国ファン見られるかな、お待ちしてます、ひろやすさんありがとうございます。続きまして、あやちゃん、なるちゃんがアイドルやってなかったら何してたと思いますか？新卒1年目の何してたかな、公務員とかやってそうわかんないですね、今日も顔が可愛くて天才です、ありがとう、あやちゃんありがとうね、初サイン？嘘？初サイン？そうだっけ、ありがとう、こちらこそ。続きましてウーロンさん、ありがとう、なるちゃんの初サイン、お、こちらも初サイン、なるフォー公演初めて見た時からパフォーマンスが気になるなるです、だって嬉しい、ありがとう、あ、昨日のお見送り会で村山マスクしてたものです、わかったしてる人いた、ウーロンさん、嬉しい、ありがとう来てくれて、また話しましょうね、
私の劇場も見に来てくださいぜひ。ありがとう。さあ続きまして、太一、太一さん、初めてなるちゃんと、初めまして、初めましてだ。23歳同い年です。ナルトチャンネル見て好きになった。ありがとう。アンレイムもおめでとうって、いろいろ応援してます。ありがとう太一さん。ナルタオから来てくれたんだ、嬉しい。 YouTube も頑張ります、ありがとうね、嬉しい。続きましてナッチ、ナッチさん、お天満一おめでとう。これからもたくさん会えますように。こちらこそたくさん会おうありがとうナッチさん。はい、続きまして肉汁さん、あ肉汁さんだ、 I love 肉汁、肉汁さん、ありがとう。見てるかな肉汁さん、いつもありがとうございます。今回もリビスタありがとうね、見てるかなありがとう。さあ続きまして、ひゅうか、改め、ほい、改め、5作連続8回目の選抜おめでとう、ありがとう。この楽曲の選抜がなるみさんのさらなる大きな飛躍となりますようにお祈り申し上げます。なんでこんなすごい堅苦しいメッセージになってるよ。日向さんありがとう、いつもありがとうございます、嬉しいね、ありがとう、お祝いしてくれて。あ、残業中だけど見てる、だって、お疲れ、お仕事お疲れ、残業中でこっそり見てるやつだありがとうね。続きましてみーちゃん、ほっほーい、あなるさんが、ほっほーい、なるさんがアイドルじゃなかったら出会えてないので、アイドルになってくれて本当にありがとう、本当にね、本当にありがとう、出会ってくれて、こちらこそありがとう。じゃじゃって書いてある、じゃありがとうみーちゃん、嬉しいほっほーい、どんどん下手になってる気がするな。続きましてケイタ、ケイタさんありがとう。今月久しぶりに劇場に行き、ね、来てたね劇場、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。元気になるなるになりました、やん、また見に来てね公演、嬉しいよ、ありがとう。近いよね本当劇場ってね、また待ってるよ。あ、こんここさん出た、あら、この分にもう一回来てたありがとう。こんここさんいつもねここに2個ぶら下げてるんですよ、リミスタを。絶対リミスのサインをね2個ぶら下げてるから、絶対2個あると思ってたよ、ありがとう。コンコクさん2枚目続きましてゆうひ、あゆうひちゃんありがとう。熊本出身同級生の女子オタです、いつもありがとう、嬉しい。なかなか参加できんけどって、めっちゃ方言なの、かわいい。頑張るけんなるちゃんも無理せずにね、嬉しい、応援して9年半、わー、ありがとう。あ、見てるって、ありがとう。帰ったからね、無事に。阿蘇のね、この間かき氷屋さんに行ったんだけど、お店紹介するねってちょっとかかるかもだけど、すごい、そう、蕎麦が美味しかったの。はい、ってことで続きまして、笑顔になるなるさん私のキャッチフレーズ、笑顔になるなるさん、はい、なるちゃんいつも元気と笑顔ありがとう。こちらこそ、ここまでのダルが好きだって可愛いなるはもっと大好きだ、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、笑顔になるダル続きまして中村さん、ありがとうございます。なる推し9年目、今年もなる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 してますねありがとう、9年目すごい、嬉しい。更新してください、いっぱい、これからもよろしくね、ありがとう。続きましてゆうか、ゆうか来たな、ゆうか、なるみへの好きはとどまることを知らず、いつまでたっても直視できませんだって見てよ、私見てるのにこっち見ないでって、やだ、これからも甘味します。ゆうか見てるか、見てるからなありがとう。続きまして、安井拓也、安井拓也さん、ありがとうございます。にゃん、ありがとう。コメントないけど見てるかな、
サイン書きましたよ。はい、じゃん、ありがとう。続きまして、フルジーさん、フルジーさん、ちょっと待ってね、ジーって感じ書いたことないかもありがとう。 YouTube も楽しく拝見させていただいてます。ナルトを見てるんだ、ありがとう、嬉しい、よろしくです。 YouTube も頑張ります、更新します。さあ続きまして、シュウイチさん、ありがとう、応援してます、だって、ありがとう、嬉しい、応援してください幸せ、ありがとうございます、シュウイチさん。さあ続きまして、カスミン、嬉しい、前回に引き続き買ったよって、いやん、2枚目じゃんじゃん、嬉しい、10月にお話し会行くって、嬉しい、初めて話すの、よろしく、ありがとう、今回も嬉しい、楽しみにしてるね、お話し会3日間も来るの、嬉しい、武道館もよろしくね、楽しみね、武道館。続きまして、ケイシン、ケイシンさん、はるちゃん選抜もアンレイブもおめでとうって、ありがとう、応援してます、これからもよろしく、こちらこそよろしくです、ありがとうはい、続きまして、としはる、としはるさん、ありがとう、応援してます、だって、ありがとう、シンプルに嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。さあ続きました、ケンタ、ありがとう、なになに、なに、リミス、どういうことねえ、コメントどういうことそれでは言っていただきましょう、クラナナレムで笑顔になるなる、どういうことねえ、オチがどういうこと、アイドルなんかどういうこと、理解わかんないんだけど、お説明してほしい真面目にコメント考えてますって書いてあるけど、待って、どういうこと、読んだけどちょっとよくわかんないんだけどねえ、ちょっとちゃんと考えて、本当にありがとう。続きまして、大輔、ありがとう、大輔さん、ありがとう、体を大切にして頑張ってください、ありがとうございます、嬉しい、大切にします、ありがとう、でも最近本当に元気。なっちさん、ありがとう、やっぱり食べてるなるちゃんの動画が大好きだって、YouTube 頑張る散歩行ったら絶対食べるからね、散歩動画で楽しんでね、なっちさん、ありがとう。ひろゆきアット、はい、ああはいそういうことね、あと、ああはい、選抜おめでとう、ありがとう、急遽仕事休みで見れそう、いや嬉しい、見てるかな、ありがとう、先週の劇場公演よかったよ、ああはいって書いてあるありがとう、嬉しい、公演ありがとうね、そう来てた、いい席座ってた、ありがとう。さあ続きまして、チキちーたろー、チキチー、ちーたろー見てる、あ、ひろゆきさんいた、ありがとう、先週サムネイルもありがとうって、いや嬉しいね、先週6まで残り2公演ありがとう、頑張ります、ありがとうね、そう来てくれてた、ありがとう、嬉しかった、髪切ったよね、昨日もいたよね、ありがとう、チキさん名前が違うのよ、天才編集マンさんふざけてんな、編集ウマンさん言いづらいのね、編集ウマンさん、オーラ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 、イエイ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 、いい歌だよね、いい歌だよね、楽しかったの昨日、すごい、また歌えるといいな、全力反抗期、めっちゃいい歌、全力反抗期と思春期のアドレナリンでメドレーやりたいぐらい、あとシェカラシカとかね反抗期メドレー、あ、天の弱バットで締めればいいんじゃない続きまして、シンさん、ありがとう、あ、仕事で見られないの、ありがとう、でもグリクラ推しですって、嬉しい、
サムネイル公演、バゲットが好きです、嬉しい。5年ぶりに来るの、楽しみにしてます。しんさん待ってます、ありがとう。続きましてはじめ、ありがとう。メッセージ更新してなかったのが悔しくて、再チャレンジ、そういうこと嬉しい、ありがとう。いつも歌番組で歌いながらカメラの向こうの僕にサインありがとうございます。今日のサインもカホにします。またかけてるカホにしてね、はじめありがとう。そういつもこんな感じだよね、ちゃんとコメントくれるもんね、よかったありがとう。続きまして瀬戸内レモンちゃん、ありがとうございます。瀬戸内からいつも応援してますでしょうね。瀬戸内レモンちゃんありがとう。瀬戸内も行きたいな、またね、広島とかまた行きたいな。ありがとうございます、いつも嬉しい。続きましてブケニャン、ブケニャンさんありがとうございます。またまた映画出演おめでとう、ありがとう。今から楽しみです、あー嬉しい。あ、そう、昨年の撮影、そうなんですよ。地元なんだ。戦地巡礼行かなくては、もっと演技のお仕事もしてほしい、ありがとう。できるように頑張ります、ブケニャン、ありがとう。はい、続きまして関口和樹、お、2回目、ありがとう。なるちゃん選抜おめでとう、ありがとう。改めてなるちゃんにアイドルなんかじゃなかったらなんて言われたら悲しすぎて頭もげるもげないで、言わないよそんなこと、本当に思ったことない、ありがとう、ありがとうございます。はい、続きましてつるさん、ありがとう。つるさん、ラノさん、リセットで気になるだるし始め、ルーマー新規でちょこちょこ着させてもろてます、知ってます。そうだ、熊本に転勤して夜間通、そうだよね、わあ、熊本城ホールでなんかしてくださいだってね、元気してる、つるさん、わあ嬉しい、ありがとう、見てくれてたらいいな。そっか、お疲れ様です、嬉しい、逆に嬉しいけどね、羨ましいけどね、熊本にいては、最後です。これはこっちが正しい、あ、こっちか、はい、ありがとうございます。韓国語、ぎゅうぎゅうさんっていうのかな、ありがとうございます、頑張って書く、ピッピピッピピッピ、いやちょっと優しく見てね、書けたかな。なるちゃんいつもどの挑戦でも楽しくしてて、あ、なるちゃんの、嬉しい、長い間なるちゃんが好きなことが全部叶うように応援しますだって、嬉しい、ありがとう。ぎゅうぎゅうさん、ぎゅうぎゅうさんっていうのかな、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。はい、ということで以上が第1部でございました、ありがとうございます。たくさんのサインができて私もすごく嬉しかったです、ありがとう、来てくれて皆さんありがとうございました。ということであっという間ですが、また2部で、2部ももう始まるのかな、あと7分後、あと7分後2部またありますので、2部の方もよろしくお願いします。はい、ということでまたね、ありがとう、とりあえず第1部ありがとうございました、バイバーイ。